はい、What's up ジムニチャンネルのマッコイです。前回の動画でスタッドレスタイヤに履き替えた報告をしましたが、今回はその取り外したデルタホースのホイールと BF グッドリッチのタイヤを片付けようという動画になっているんですが、まあ、ただ片付けるだけではもったいないというのと、まあ、せっかくこうやってタイヤとホイールを、まあ、この距離で隅々まで触って観察することができるので、綺麗な状態で保管できるように軽く掃除をしつつ、至近距離でこのデルタのホイールと BF グッドリッチのタイヤを観察していこうと思います。まず実際に重さを測ってみたいと思います。前回、BF グッドリッチのタイヤとデルタホースのホイールの重さを 25.4 と紹介して、まあ、こちらはこうネットの情報からいろいろ引っ張ってきて自分で探してみたんですけど、実際に測ってみると、まあ、25.5 ということで、まあ、ほぼほぼ正解だったということが分かりました。こちらは前回の動画でも出した表なんですけど、まあ、このカスタム、合計のカスタムってところの 25.4 が、まあ、実際測ってみると 25.5 ということで、まあ、純正の鉄と比べるとプラス 7.5、純正のアルミと比べるとプラス 8.3 キロということで、まあ、1本あたり約7キロから8キロ重くなっているということで、まあ、これを背面タイヤも合わせて5本変えると、まあ、約 37.5 キロ重くなっているということで、まあ、燃費もそれだけ悪くなるということを前回の動画でも説明しました。はい、ということで前置きが長くなりましたが、ここからホイールとタイヤの清掃を始めていきたいと思います。今回はこのフクピカで全て拭いていこうと思います。まあ、ここから掃除を始めていくんですけど、まあ、当たり前なんですが4本あるので同じことを4回繰り返すわけなんですが、まあ、基本的に最初の1本はカット少なめ、編集も少なめでお見せして、残りの3本は6倍速で、テキパキとご覧いただこうかなと思っています。このまま淡々と動画を流しているだけでもよかったんですけど、あんまり見どころがなくなってしまうのと、まあ、今回スタッドレスタイヤを購入するにあたって私が後悔したポイントが2点ほどあったので、それも同時にお伝えできればなと思っています。お前の話なんか聞きたくない、黙ってろいという方は、まあ、ミュートにしていただくか、後日ノーカット無編集版をアップしてほしいとコメントいただければ対応したいと思いますので、よろしくお願いします。今回スタッドレスタイヤを購入するにあたって後悔した2つのポイントというのは、まず1つにデルタホースに変えた時の純正ホイールの処分の仕方と、2つ目は使用しないホイールのホイールとタイヤセットですねの置き場についてです。1つ目の純正のホイールについてなんですけど、まあ、私は2年ほど前にこのデルタホースのホイールと BF グッドリッチのタイヤに、まあ、交換した際に元の入っていた純正の鉄チンホイールとタイヤのセットを交換してもらったお店に下取りに出しました。まあ、その時の下取り価格が5本で約1万円ぐらいだったような記憶です。まあ、もちろんこの時にショップの人からは純正のホイールはスタッドレス用に持ち帰って保管されますかって言ったような相談を提案を受けたんですけど、まあ、その時自分は会社の寮に住んでいて、まあ、置く場所がなかったというのと、静岡に住んでいればスタッドレスなんて必要ないだろうという考えで、あ、いりません、下取りしてもらって少しでもお金の足しになればと思って下取りをしてもらいました。で、結局今年に入って、まあ、雪山にスノボに行ったり雪中キャンプをしてみたいっていう気持ちが強くなって、まあ、前回の動画の通りスタッドレスタイヤとホイールのセットを購入したわけですが、2年前純正のホイールを手放していなかったら今回ホイールは買う必要なかったなと思っています。おそらくそれだけでも約4万円から5万円くらいは費用が浮いたのかなと思っています。保管する場所に関しては2年前は寮で置く場所がなかったから仕方がないといえば仕方がないんですけど、もう少し実家に置けないか相談してみたり、誰かガレージのようなものを持っている人に相談してみたり、タイヤを保管してくれるショップを探すなど、もうちょっとこう探す努力をすればよかったなという気持ちがあります。なのでこれからジムニーを買う人や、すでに持っているジムニーのホイールやタイヤを交換しようと考えている人は、今履いている純正のタイヤとホイールをどうするのか、冬のスタッドレスの交換も踏まえて検討した方がいいと思います。ちょうど1本目が拭き終わったようです。結構汚れていますね。裏側は正直拭く必要ないんですけど、こういう機械じゃないとちゃんとこう掃除することができないので、この機械にせっかくなので、ちゃんと拭いてみました。かなり汚れていましたね。今回拭いておけば次回つけるときに綺麗な状態でつけれるので、まあ、他の3本も、
ちゃんと裏側まで掃除してあげようと思っています。でこれは真ん中のホイールキャップを外しているところですね。後でまとめて紹介するんですけど、オレンジ色のシールがかなり日焼けして色落ちしているので、ここもちょっとかなり汚くなっているので、今回こう外せる際にまとめて貼り直そうかなと思っています。なので4本とも全部真ん中のホイールキャップは外していきます。でこれは挟まってる石を外しているところですね。挟まってても特に問題はないと思うんですけど、なんかこのまま数ヶ月間保管しておくのに、そのまま挟まったままで放置しておくのはなんかこう忍びなかったので、この際全部綺麗に小石を外しております。ここで簡単ですがホイールの前後の拭き掃除が終わったので、元あった食の袋に戻します。ちなみに今回交換をお願いしたのはこのクラフトというお店で、全国チェーンのお店になります。結局このタイヤは室内ではなく、ベランダの室外に置くことになるので、このビニールだけの梱包だと、ちょっと不安が残ったので、Amazon でこのミシュランのタイヤカバーを合わせて買ってみました。実際これがどんだけ役に立つかは現段階では何とも言えないんですけど、とりあえず二重にしといて、二重にした方が安心できるということで、とりあえずこれで今回は保管してみます。見ていただいて分かるように、このミシュランのタイヤカバーはタイヤの周りを一周覆ってこのマジックテープで留めてるだけなので、保管において何かこう効力を発揮するかどうかはちょっとよく分からないんですけど、二重にしておいた方がいいという気持ちの問題です。はい、ここでようやく1本目が全て完了しましたので、ここから2本目、3本目、4本目と徐々に移っていこうと思います。ここからはすでにやった工程なので、6倍速でご覧いただこうと思います。ではどうぞ。
はい、ということで4本すべての清掃が終わりましたので、元はタイヤが置いてあった場所を片付けて掃除しています。で、これが今回拭き取った汚れすべてになります。1本ずつ各シート1枚だったんですけど、まあ、結構汚れ取れましたね。特にこう裏側の汚れがひどくて、まあ、多分泥とか鉄粉とかだったと思うんですけど、綺麗にしてよかったなと思ってます。で、これが最初言ってたホイールキャップの日焼けなんですけど、こっちは割とオレンジが残ってる方で、まあ、まだマシなんですけど、こっちの2個がもう完全に日焼けしてオレンジ色がなくなってしまっていて、もう銀色になってるので、まあ、この際にこれをちょっと張り替えてあげようかなと思いました。今回買ったのはこのフクピカとこのミシュランタイヤのタイヤを保管するやつです。で、これが4本タイヤを梱包し終わった状態です。とりあえず今簡易的にベッドの上に置いてます。これを、まあ、この後ベランダに片付けて終了となります。今回このようにこれまでタイヤやホイールを近くで触って見て確かめるということはできなかったので、今回年の瀬にちゃんとこうデルタのホイールとグッドリッチのタイヤをきれいに清掃できてよかったと思っています。ここまで動画をご覧いただきありがとうございます。動画が面白いと思っていただいた方は高評価チャンネル登録いただければ幸いです。では。